そう、ちょうど今リバースを投稿しました。変えるわけじゃなくて、ちょっと外れちゃってるところがあって、そこだけ他が外れてないので、なんか全部外れたら全部外してすっぴんの爪、何もない爪にしようかなと思ったんですけど、ちょっと 1,2 個だけ外れてるみたいな、今そんな感じなので、1個だけか、2個も外れてない。そう、せっかくならもったいないなと思って、そこだけ修復して まだいけそうなんで、っていう感じです。人差し指だけ。ハートありがとうございます。今日は夕方、箱根駅伝が終わった後すぐにですね、富山、残したい富山町中華ワングランプリが放送されていまして、彦摩呂さんと一緒に富山県の町中華を巡る、そんなロケをさせていただいていた模様が本日放送されました。そしてめちゃめちゃ KNB さん頑張ってくださったのか、 YouTube さんでもう本当に放送終わってからじゃなくて、1店舗ごとに放送が終わってから、なんて言うんですか、その番組の放送終了じゃなくて、1店舗ごとに放送終わった瞬間に YouTube にその店舗その店舗をのその動画を載せてくださっていて、めちゃめちゃお仕事が早々で、そうなんですよ。なのでぜひ、もうね300回ぐらい再生、皆さん見てくださっている方もたくさんいらっしゃるんですけど、もう何回でも見てください。ぜひ、本当飯テロ動画なんですけど、たくさん見ていただいて、たくさん見ていただきたいなって思います。ぜひいっぱい見てください。で、あの YouTube の YouTube なんで、高評価だったりチャンネル登録だったりコメントだったりちょっとお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。もうねコメントしてくださってる方も本当に多くはないかもしれないけど、何人かいてくださるので、そうなん、もともとは1時間番組なんですけれども、それを本当に綺麗に編集してくださって、1店舗ずつの動画にしてくださっているので、
仕事疲れたなっていう休憩の間とか、今から仕事行くぞっていうこう通勤の時間とかに、ぜひ電車通勤の皆さんはね、通勤の時間とかに見たりとかしていただけたらいいかなと思っております。本当に私もびっくりしました。早っと思って。やばい、メガネかけてないのに今メガネを上げる素振りをしようとしてしまいました。こうやって、そうなので皆さんぜひリンクの方は後からツイッターにも載せるんですけど、一応今はインスタのストーリーに載っけているので、ぜひインスタの、もう早く見たいって方はインスタのストーリーから飛ぶか、あとは YouTube さんの方で橋本春奈 KNB って調べていただいたり、 KNB 町中華って調べたら多分出てくると思うので、もうすぐにでも見たいんですっていう方はぜひそんな形で見ていただけたらなと思います。天津飯ね、めちゃめちゃビッグサイズ、そうなんですよ。そう、そして大丸東京さんも今日から販売になってまして、なんかすごく大盛況みたいで、なんか大変そうな感じの、ちょっと私今もうそっち側終えてなくて、全然そう何もちょっと今宣伝すらできてない状態なんで、本当に全然終えてないんですけど、なんか明日からいろいろ変わるみたいなので、ちょっと多分ずんちゃんがツイートしてくれてるんじゃないかなと思うので、本当私の SNS 全然機能しねえじゃんかって思ってる人も多いかもしれないんですけど、きっと純ちゃんの SNS を見ていただけたらなと。すいません、思っております。申し訳ない、全然私も今追い切れてない状況で、何も寒いですね。
こんばんは。ちなみに龍は無事です、今のところ。ちょっともしかしたらね、この後ガタガタになっていくかもしれないんですけど、仕事始め、ファンの皆さんの仕事も前に出る仕事始めは多分オンラインお話し会になるのかなっていう感じで、でもオンラインなんでその時は多分もうこの爪たちはもう2週間も経つと思うので、ボロボロちゃんだと思うんで外して何もない状態、すっぴんの爪だと思います。はい、あ、公演っていつまで出てるんですか？今出てる公演は出ないです、全日程。10日はね、ハータンの戻ったかな。そう、10日はハータンの卒業公演なので、私は同じポジションなので出るわけはないですねっていう話をしてたら、きっとぐるぐるしちゃったんだと思います。ごめんなさい。そう、でもなんかくしゃみ、さっき見たんですけど、ニュース、ネットニュースでなんかくしゃみして、なんか気道損傷みたいな、なんか破裂した人いるみたいなニュースを見て、多分私のくしゃみもなんか、その方はそのくしゃみをするときにこう鼻をつまんでくしゃみをすることでくしゃみって我慢できるんですよ。私もよくやってるんですけど、そう、それを運転中にしたら、それでなんか気道が
どうのこうのみたいなネットニュースを海外の方で見たんですよ。だから私のくしゃみってもう最近は鼻つまんでくしゃみすることなくなってきてるんですけど、でも私のくしゃみも結構なんかそれに近い状態のくしゃみだなと思っているので、ちょっと気をつけなきゃなと思ってますね。そうだから気をつけます。抑えてるわけじゃないんですけど、全然くしゃみがこれなもんで、はい、今日はなんか ツインテールしました。2024年初ツインテール、明けましておめでとうございます。プライベートツインではない、配信用ツイン、そう、大丸さんの写真はあのー、今日売り切れになったっぽい。ありがとうございます。そう、今日はほどく前に頑張ります。朝5時から並んでたピョンズ様に、いい、すごっ、何発揮したか分かんないけど、5時から並んでたの、5時、私寝てた、おはよう。5時から並んでくださった方ありがとうございます。ほんとなんか私なんかの写真のためにほんとすいません。ありがとう。だって5時に並ぶってことはさ、何時に家出なきゃいけないの？で、何時に家出なきゃいけないってことはさ、何時に起きてんのって話ですよね。ありがとう。
せっかく行ったのにみたいな人も多分絶対いると思うから、そうだよね、手に入れられなかった、すぐ売り切れ、そうだよね、絶対、むずい、なんとも言えない。多分その売ってくださってるグッズ担当の皆さんも普段の生写真とかの売り上げを参考にこう印刷枚数とか決めてくださってると思うんで、普段から生写真買ってねって話なんですけどそれとはそう、まあまあね、やっぱこう大丸さんとコラボっていうこともあって可愛い感じのデザインだから買いたいって人も多分いるだろうし、薄いところ、でも多分明日明後日そのなんて言うんだろう、前回とは違って今回はこう全そのなんて言うんだろう、この日この日この枚数っていうのを決めてるっぽくって、ちゃんとそうだからその最終日に行ったらもう全然在庫ないとかじゃなくて、最終日は最終日でちゃんと在庫は用意されているので、多分トータル3日から9日でこれだけの枚数をこのメンバーはこう販売できるだろうっていうのを多分考えてくださって、こう在庫設定とか してくださってると思うんで、いやもう毎日そんな明日も行って明日も買えなかったらどうすんのとか言われるかもしれないんですけど、私的にはもうごめん行ってくれって言うしかなくて、そうだからそう前回のを改善して今回こうなんて言うんですか、前回がそのこの期間で100枚売るみたいな感じだったらしいんですよ。そうで、さすがにちょっと初日に売れ行き良すぎてみたいな、こう今回は1日10枚を10日間みたいな感じになってるので、そうなんて言うんだろう、改善自体はされているのですが、まあでも嬉しい悲鳴ではある、マジで申し訳ないけど、だってそれぐらいこう私たちの写真、生写真に需要があるってことじゃないですか。だから私たちからしたらそう嬉しい悲鳴ではあるので、ありがたい気持ちではあるんです、皆さんがそうやって足を運んでいただけるのは。ただやっぱりどうしてもこうせっかく足運んでいただいたのにこうなんていうんですか、ゲットできなかったっていう方々もいらっしゃるっていうのを実際耳にすると、やっぱどうしても一言目に出てくるのはごめんっていう気持ちだし、そうだからどうしたらいいんだろうっていう感じではある。まあね、事前にこう販売、予約販売みたいな感じにするのもありだと思うんだけどね。そうでもそしたら、あ今日は大丸行けるから今日行こうって言って思って買いに行こうと思った人がこう、え可愛いと思って見たら、え買えないんですかってなるっていうのもあるから、ちょっとねどうむずいところではある、本当に正直どうしたもんかっていう気持ちなんですけど。
そうなんですよね。大丸さんとしてはそりゃそうで、こう実際にお店に足運んでいただいて、こう AKB の商品プラス、そしてなんかね、こうおこのごお菓子おいしそうとかって思って買っていただける方がそりゃね嬉しいじゃないですか。だからっていうのもあるので、そう、難しい。ネット販売にするとそれがそれができなくなるというか、そうだったら別に大丸さんとコラボしてもっていう感じになっちゃうので、大丸さんもえだったらうちとコラボしなくてもよくないですかってなっちゃうので、こうね、もうなんか大量に印刷しておいて余ったらネット販売とかにすればいいのにとは思います。あの AKB のよくあるそのグッズ、コンサートグッズみたいな、めっちゃ販売して余ったらネット販売、でももうそれも在庫その増やさないですよみたいな。とかあとはネットで整理番号だけ販売してみたいな。実際は現地に行かないとゲットできないけど、整理番号だけネットで販売するとか、どうするのがベストなのか。でも多分この議題はここのショールームだけじゃなくて、多分大丸さんも頭抱えてどうしたらいいんだって多分必死に考えてくださってると思うんで、私たちはその結果を待つことしかできないので、一旦結果を待ちましょう。とりあえずは明日は限定個数を減らしてみたいな感じにするみたいな感じだったので、難しいんですよね。こちらにもわからない現実の世界っていうのがあるんだろうし、大人たち同士で話し合った結果の判断でこれであって、こうなってるからこそまたっていう感じだと思うんで、きっと大丸さん的にもいやこんだけ売れるんだったら明日明後日の在庫も解放したいとかってきっと思うと思うんですけど、でもそうだよね、ネットで予約販売みたいなしたとして、もしその人が受け取りに来なかったら最悪ですもんね。えみたいな、在庫だけ余ってんだけどってなるじゃないですか。そうだよ、いやそれが故意的に受け取りに行かなかったわけじゃなくて、例えば普通に風邪ひいて行けなくなったとか
ていうのもあるじゃないですか。熱が出てとかっていうのもきっとあると思うから、で知り合いにおたともいなくてみたいな、そういうこともあるのか。難しい。わからない世界だと。まあでも本当に多分私たちが思ってる以上にたくさんの大人たちがどうしようこうしようって働きかけてくださってると思うので、その働きかけを信じて私たちは決まった案を、決まった方法をに従うのみなのでって感じだと思います。さあ、そしてですね、昨日リバースさんの方にですね、皆さんちょっと頭をお貸しくださいっていう話をさせていただいていたと思うんですけれども、年始ですね、私は富山でよくあるんですけれども、富山の年始の新聞にはですね、クロスワードパズルというものがありまして、いやまあこんなねのほほんとした配信をやってていいのかとも思うんですけれども、なんか逆に、あやばい、なんか落ちた、あリモコン、そのもって危機管理がないわけじゃない、危機感がないわけではなくて、ただこうずっとなんか私自身も SNS をどう発信していいかっていうのもすごいわからない、こんなになんていうんだろう、それこそ富山と石川ってすごく近いじゃないですか、だし私自身もこんな大きな地震を人生で経験したのはすごい初めてだったし、だからどうしたらいいんだろうっていうのはすごい頭の中にはあるんですよ。でそれこそ今回大きな地震が起きた能登地方っていうのって、本当私たちもこうイベント、特に私自身今いるチームメイトメンバーの中で私自身が本当にたくさんイベントに参加させていただいていた場所でもあるので、すごい全然人事じゃないっていうのはすごい自分の中ではすごく分かっていて、ただやっぱり今の自分にはこう足を運んで何かをするってこともできないし、多分物を運んだりする力も多分私一人が行ったとって多分力にならないかったりとか、私にできるので多分 その避難されてる皆さんとお話ししてすることだったりとかだと思うし、あと今現在その一般の方のこうボランティアっていうのがなんていうんですか、禁止というか今は募集していない状態なんですよ。そう、一般の方の物資の支援だったりとかっていうのを今自身は本当に今現在の時点ではまだ全く受け入れもしてない状態なので、こうどうすることもできない今私自身は
どうしたらいいんだろうって思って、でも私はこう表に立たせていただいている立場の人間として、それを人ごとにするわけにもいかないし、かといってじゃあずっとなんて言うんだろう、なんかね、こうズーンみたいなクラクラな配信をするのもするので、多分もしなんかそれは違うなと思って、私自身多分推しがこう配信毎日しててこう見てるところで、いや君には笑顔でいてほしいんだよって多分思うと思うから、もちろん不謹慎な発言だったりとかっていうのはもうこれまでもこれからもめちゃめちゃ気をつけてはいくし、気をつけてるし気をつけてはいくんですけど、そうこういう時だからこそ普通にこれまで通り私自身配信だったりとか SNS だったりとかをするのはして、またねその現地からもう助けてくださいっていうのを、その今一般の方々のこう受け入れも募集しますみたいな感じになったら、私にできることがあればやりたいなって思うので、クロスワードをすることでお前は不謹慎だって言われたら言われたなんですけれども、でも私がそのメンバーの推しだったらそうだなと思ったので、私はポンクロスワードをします。なので皆さん頭を貸してください、よろしくお願いします。あの埋まりはしてる、ちょっとずつ埋まってるんですけれど、全然わからないところがいっぱいあるので、皆さん頭を貸してください。そう落ち着いたら、本当に落ち着いたらまたいっぱい、それこそおとつい3日前ぐらいにめっちゃ悩んでたふるさと納税めっちゃ石川にしようって思った。だからそう私が富山にすることはさ無理だからさ、私が富山にはできないから、私は石川にしようと思ったよって感じです。ということで、ちょっとわからないところをいっぱい皆さんに聞きたいと思います。行きます。何にしよう、何どれがわからないんだろう、私今149、ハリーポッターの親友は、すごい急に全然違う話になる。ハリーポッターの親友は、ロン・ウィーズリー、あ、多分2文字だからロンだ、ロン、仮面ライダーガッチャードの変身ワード、やばい絶対みんなわかんない、見てる人いる？仮面ライダーガッチャード、今の仮面ライダ
そうだよね。ちょっと違うのに行くね。ヤンキーだった女性がお母さんになった。ヤンママ、知らない。初めて聞いた。すごい、みんなわかるんだ。いつものようにほにゃららが開き、歌です。何？いつものようにほにゃららが開き、幕が開き、何？何の歌？なんて歌？あ、何文字って言った方がいいね。確かに幕が開き、多分2文字、多分じゃない、2文字で、マカラだから幕であってそう。何の歌これ？喝采？乾杯？喝采？どこまで？これ終わったでしょ。13、あ、これ終わってる。15、テレビ番組逃走中は何から逃げてる。あ、これは分かるわ。ガッチャードは12345、6文字で、なんちゃら、え、ガッチャンコかな、これ。ガッチャンコ説ある。ハンターですよね、ハンター。ちゃんこっていつの時代のライダー、わかんないです。教えてほしい。むしろ黒人奴隷の半生を描いた物語の主人公。12345、6文字。ガッチャンコで合ってるみたい。あ、ありがとう。誰かが調べてくれてる。6文字で、4文字目がる。黒人男性、あ、黒人奴隷の半生を描いた物語の主人公。あ、アンクルトム、それっぽい。アンクルトム61番。かつて太平洋にあったとされる大陸、ムーって大陸ありました。ムーって大陸あった。あ、あるんだ。じゃあ正解、アンクルトムさん正解。すごい、やっぱみんなに聞くのがマジ一番早い。25、ほにゃ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 ない生き物辞典。ほにゃ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 ない生き物辞典。何？全然わかんない。
4文字ほにゃ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 ない生き物辞典。今聞かれてる問題何も分かんない。大丈夫、うちも分かんないからみんなに聞いてる。一緒。ほにゃ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 ない残念な生き、あ、待って、これじゃん。前にファンの方からいただいた、いや最近お部屋の片付けをしてて、そう今ファンレターをめっちゃ、もうとりあえずファンレターを一個のとこにゴンって集めてるんですよ。そうずっとやばい、もう全然整頓できてない。でこのファンレター入ってたこれ、ちょうどこれだった。残念な生き物辞典、やば、今すごくね、うちここにあったの、すごい、逆にすごい。全然多分、あ、ハルピョンって本当に部屋整頓できてないんだなってバレるけど、いいや。すごすぎ、持ってた。いやそう、2文字目と4文字目がんだから合ってる絶対。31番、イギリスホニャホニャ通信、ルイター通信。あ、ロか、ごめん、字が汚くて、字が汚くてルに見えた。私のロイター通信、49。ボーリングをする人、ボーラー、え、ボーラーでいいの？え、ひらがなで書いてた。最初カタカナで書こうかなって思ったんだけど、なんか私カタカナよりひらがなの方が好きなんですよ。そうだからひらがなで書いてます。ボーラー、めっちゃ難しい質問していい？変調速度の単位、変調速度の単位はボイで合ってますか？棒なんだ。あ、なるほど、これが伸ばし棒ってことね。了解了解。あ、完璧。棒、何棒って初めて聞いた。すごい、みんな頭いいんだね。68番、栗から。69番、自分で埋めれるやつもある。リリーフ。94番、豆腐。91番、 NHK 夜ドラ、ほにゃほにゃさんになりすます、2文字。 NHK 夜ドラ、ほにゃほにゃさんになりすます。夜ドラ見てる人、誰になりすましてるか教えて。
川さん、信じよう。何番だっけ、91番、美和さん。あ、正解、絶対これでできた縦の91番がミキになるんですよ。で、兄弟のお笑いコンビ、ミキさんって兄弟じゃないですか。兄弟のお笑いコンビしか書いてなかったらいっぱいいるよってなってたんですけど、正解だ。84番、あ、下請け、ごめんなさい、自分でいけました。めっちゃ問題数ありますよ。横の169まである。でも結構埋まってる。57、ピカソ、ごめん埋めれた。63、酒っていう字に食って書いて主食の席、3文字。何、酒っていう字に食って書いて主食の席、3文字なんですか。宴、それだ、宴だ、素晴らしい。栃木に南大山っていう山ありますか。あるよ。 ありがとう。じゃあ合ってる、宴で合ってる。結構埋まってきたよ。109、打ち解けて親しく話し合うこと、子から始まる4文字。あ、先こっち聞こう。待って、ごめん、今の忘れて。もののけ姫の名前、聞いたわ。3やったわ。私これ見たわ、この間で。そしたらさっきのなんだっけ、打ち解けて親しく話し合うこと、こんだ、もう一個こんだん、でもちなみになんですけど、あのクロスワードパズルのクイズの、クロスワードパズルを解き、もう一つのクイズが浮かび上がる、そのクイズはもう浮かび上がってるんですよ。そうだから白いところをただ埋めてるあれなので今。そう
人の力借りてても許してください。すいません。両国国技館で行われる初場所、初場所、初場所で合ってるかな、合ってそうだから初場所でいいや。あ、違う、初まるまるを聞きたかったの。初場所で合ってるからきっと。いや、98、え、縦45、あの龍、辰年龍を四文字でドラゴンでした。すいません、一人で解いてます。お笑いコンビダイアンさんの津田さんの持ちネタ何ですか？分かんない。あ、ゴイゴイスちなみに松本清張さんのミステリー小説ホニャララの器、ホニャララの器砂の器、じゃあ違う、これ砂の器で123、昨年放送の草薙剛さんの主演ドラマ何の戦争、え、銭の戦争ですよね。違くない？待って、嘘の戦争、え、違うんだけど、ななんだよ、だ砂の器なんでしょ、松本清張さん。罠の戦争、銭だと思ってうちも銭って入れてた。昨年は嘘、え、嘘、罠、でも罠かも。ちなみにばっかり、ちなみに「ロシアの民話」ほにゃほにゃのバカ、イワンのバカ、あ、じゃあ罠の戦争ですね。すいません、間違えてました、私が銭の戦争だと思ってました、すいません。続いて村上ジョージさん、何を言う、
村上庄司さん、何を言う？早見優っぽい。早見優さんっぽい。矢車に似ている花。矢車に似ている花。1,2,3,4,6 文字。矢車菊。それっぽい。ね、なんて書いてあるかもわかんない。いきますね。男爵の爵っていう字に爵位第1位の家柄。男爵の爵っていう字に爵位第1位の家柄。1,2,3,4,5,6 文字。6文字。公爵もう一文字は それ5文字。6文字なの。公爵家家柄だからってこと？いや、ネットは使いたくないんですよ。ファンの皆さんという名のネットかもしれないんですけど。最後の文字は何も関係してこないです。だから間違ってても大丈夫。あ、待って、あと10分しかない。しかもあと10分後友達の誕生日。今通知来た。危ね。公爵家にしとくね。じゃあ155、4文字。ほにゃ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 の岬にハマナスの咲く頃。ほにゃ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 の岬にハマナスの咲く頃。知床？それっぽい。知床まで埋まってる。子しかないやろ。あと、すいません。ドライソーセージ、ささみ、サラミだ。サラミ。ね、あとちょっと、あとほんと 3,4,5 ぐらい。
サラミでした。サラミでした。すいません。127。101。ん？110。110。昼下がりって午後だよね。違うとこどこ？魚介の宝庫、天然のイケス、富山湾。質問なんですけど、昼下がりのことを五日っていうことあります？昼下がりのことを五日っていうことってあります？え、ないですか？でもこの110番は北陸新幹線特急列車なんですよ。だから絶対輝きじゃないですか。で4文字でがやきが埋まってるんですよ。がやきってことは輝きじゃないですか。え、五日って言うって来てる。え、待って、本当？五日って言うの？そうなんだ。え、今何でも人のこと信じるから、うち多分壺買っちゃうぐらい人のこと信じるんだけど。信じるよ、それじゃあ。128129。どんどん出世していく島耕作。島耕作ってどんどん出世していきますか。だってね、でも絶対2文字目まなんだよ。だから多分これ死だよね、きっと。128、あと2問だから3文字、ほにゃほにゃほにゃを養うお父さん、頑張って。え、急に分かんなくなった。でも多分3文字で意思、意思、あと一文字。妻子を養う、あっ、でごめん、一個抜けてた。もう一個、藁などを束ねてその中に食品を包んだもののことを「つと」って言いますか。
あと3分でもこの1問だけなの。あ、嘘、もう1問あった。21。違う、2文字。ゆう、あ、ありがとう。ゆうらしい。つと。じゃあ、はちみつゆ。OK、正解。次、最後。株主権を表彰する有価証券。株主権を表彰する有価証券。4文字。株券、それっぽい。6番。河川を渡ることをとかって言いますね。ちょっととかとかとかばっかり、もう2文字ばっかりで意味わかんない。株主権、間違えた。言う？よし、で、できた！みんなのおかげで埋まりました。嬉しい。ちょっと埋まったとこ見せたい。みんなのおかげで埋まりました。ありがとう、ありがとう。ということで壇上読みダッシュ。微妙に難かったけど、皆さんが一緒に解いてくださったおかげでできた。満足しました。ありがとう。ランキングいきます。1位くじのだいごさん、2位サプライズレバーさん、3位レッドブル KTM トラックハウスさん、4位一乗寺ひかるさん、5位偶然、5位すみちゃんあと偶然立ち寄った馬にそば屋はお休み。あ、そうなんです、あのお店、あの気分でしかやってないらしい。6位鉄道ナイトと、朝4時45分おきさん、待って順位変わった。6位ともゆきさん、7位鉄道ナイトさん、8位トラックヤロアットゴリさん、9位てつやアットハルピョン大大大好きさん、10位マックミックさん、11位バジュンさん、12位スちゃんさん、13位マジさん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。気分っていうか、そのなんていうんだろう、また明日話します。おやすみ、ありがとう。みんなと今日はクロスワードができてよかったです。おやすみなさい。